こんにちは、なにわ、金太郎です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回のお話は、今さら聞けない、大谷翔平と山口桃江の共通の知らざる世界。こんなお話をさせていただきます。最後まで、お付き合いください。また、よければ、チャンネル登録と、グッドボタンをよろしくお願いします。今回の話題ですが、大谷翔平さんと山口桃江さんの共通点とは何ですか 私には全く想像がつきません。教えてください。わかりました。大谷翔平さんと山口桃江さんは異なる分野で活躍している人ですが、いくつかの共通点があるんです。その驚きの共通点をいくつか挙げてみました。まず、優れた才能を持っているということ。大谷翔平さんはメジャーリーグでの二刀流の選手として大注目されています。彼の得意とする スプリットボールはメジャーリーグで最も打ちにくい球の一つとされています山口百恵さんは日本の歌手女優としてその歌唱力や演技力で多くの人々に愛されてきましたそして大谷さんは鳴り物入りで日本からやってきたことええー、鳴り物入りって何ですか鳴り物入りとはね物事を大げさに宣伝することにぎやかに景気をつけることという意味です 主に始まる前から大々的に盛り上げる様子を指し、成り物入りでデビューした、成り物入りの新人などと使われています。大谷翔平さんは日本からメジャーリーグに進出し、その才能を世界に示しました。山口百恵さんも日本のアイドルとしてデビューし、その後、歌手として大ヒット曲を連発しました。また2人ののの共通点のファンへの接し方についても 大谷翔平さんは気軽にファンと接しサインを求められることも多いです彼の穏やかな態度は全米に広まっています山口桃恵さんもファンへの接し方が素晴らしく多くの人々に愛されていますこれらの共通点は異なる分野で活躍する人々でも共通の特徴を持つことがあることを示していますこの二人はその才能と人柄で多くの人々に感銘を与えていますね 大谷翔平選手の魅力とか、凄さをいくつか紹介してください。もちろんです。大谷翔平選手、二刀流のプレイヤーで投手としても、打者としても活躍しており、規定投球回と規定打席に同時到達した世界初の二刀流プレーヤーです。また、大谷選手は並外れたパワーを持っています。日本人野手としては、異例のホームラン数を記録しており、アジア人初の MLB ホームラン王に輝いています。そして成績も波はずれた凄さなんです。ウォー、総合力評価指標でも MVP 級の成績を収めており、両方のポジションでクオリティが高まっている点が素晴らしいですが、トレード相手がいないことにも驚きです。大谷選手の成績が圧倒的すぎてトレード相手が見つからないほどだそうです。大谷選手の人間性については、 誰もが認める。謙虚で礼儀正しく、人々に愛される人間性も、大谷選手の魅力の一つと言えます。大谷翔平選手の魅力は、プレーだけでなく、人間性でも多くの人々に影響を与えています。野球選手としての成功だけでなく、その人間性でも称賛されています。また、二刀流のプレーヤーとして、投手としても、打者としても、並外れた実力を持っていますね。彼の成績は 圧倒的であり、世界中の野球ファンに感銘を与えています。次の質問ですが、大谷翔平さんの現在の背番号17は、なぜ17番になったんですか今回の話題になるのは、もしかして、このことでしょうか正解。そうなんです。大谷選手の背番号17番について説明します。17番は、大谷選手の背番号で、ドジャース公式のメディアは、 17という数字がロサンゼルス市にとって新たな意味を持ったと伝えています。また5月はアメリカ政府がアジアやハワイ、太平洋の島々にルーツを持つアメリカ人の歴史、文化や功績を称える月間にしているそうです。すごいですね。大谷翔平選手が背番号17を選んだ理由は何ですかいくつかの要因が絡んでいます。詳しく説明しますね。 大谷翔平選手の高校時代の背番号は、花巻東高校時代の1年生の時に17番をつけていましたよね。知っていましたか現在は花巻東野球部にとっての出世番号が17番になっていますよ。当然、大谷さんが1年生で入部した時にもこの背番号になったそうです。大谷さんにとっては特別な番号なんですと MLB 担当記者が語っています。 先輩の菊池選手も同じく高校1年生の時に17番をつけており、花巻東高校では17番が出世番号とされています。そして、ドジャースでは、ジョー・ケリー選手が昨シーズンまで背番号17番をつけていましたが、大谷翔平選手の移籍先が未定の際、ケリー選手の妻が17キャンペーンを SNS で展開し、背番号を譲るように勧誘していました。 ケリー選手は17番が大学時代から着用してきた愛着のあるナンバーであったため簡単には譲らなかったが最終的に大谷翔平選手に譲り渡したようです大谷翔平選手としても譲り受ける大人の対応をしたと思われますまたエンゼルス時代の背番号については日本ハムからエンゼルスに移籍した際に背番号は17番になりました日本ハム時代の11番は 永久決板だだっったたたためめ次の候補である番番も埋ままてていいたたを選んだと言われていますドジャースの永久決番には17番は含まれていませんが大谷翔平選手が10年契約でドジャースに在籍することを考えると将来的に17番が永久決番になる可能性もありそうですね大谷翔平さんのプロフィールは岩手県の出身身長は193センチ 体重は95キロ、1994年7月5日の生まれ。現在の年齢は30歳。星座はカニ座。血液型は B 型。2012年にドラフト1位でプロ入り。現在の所属チームはロサンゼルス・ドジャース。奥様は田中麻美子さん。大学時代にユニバーシアード日本代表に選ばれたほか、2019年に富士通に入社後は、 日本代表候補に選出された経験も持つ元バスケットボール選手です。昨シーズンで現役を引退されています。大谷選手の愛犬、デコピンは別名でダッチディコイスパニエルと呼ばれているということで元の名前の由来はディコイはその名称から名付けられたものとみられます。NPB 時代の大谷選手は日本の球界のみならずアメリカからも注目される存在となった。大谷さんは 高校3年の時のドラフト会議の前にインタビューで MLB への挑戦を希望することを語っていた。今さら聞けないんですけど、MLB って何ですか簡単に説明すると、MLB とはアメリカ29球団とカナダ1球団に本拠地を置く。3 9球団で構成されるプロ野球リーグのことを表します。正式な表記はメジャーリーグベースボールで。 その頭文字を取って、MLB の略称が一般的に用いられています。人はそれぞれ自分の好きな縁起のいい数字って持っておられますよね。さて、皆さんはいかがでしょうかあなたの縁起のいい数字はいかがでしょうか山口百恵さんは17がラッキーナンバーだそうです。そうなんです。1月17日が百恵さんの誕生日です。今のご主人の友和さんと結婚して44年を迎えます。 桃江さんは小学生時代から17という数字には縁があるそうです。奇数か偶数かと聞かれると奇数と答える。自身のラッキーナンバーとはいい運気を引き寄せるそうです。自分に影響を与えている運命ナンバーではないでしょうか。桃江さんの好きな17という数字を調べてみると、奇数で自己演出が得意な努力家で抜群のルックスと存在感で、 周囲の注目を集め、祝福の意味もあるようです。山口桃江さんは、まさにその通りではないでしょうか。また、17の数字に含まれる7には、完璧な調和という意味もあり、日常の生活の中では7福神で、7色の虹というラッキーナンバーの、ようです。また、17という数字には、日本のゆかりのある神様との C を示す、ナンバーでもあるようです。 桃江さんのデビューした日が5月21日。奇数。引退の日が10月15日。奇数。そして、友和さんとの結婚式が11月19日。奇数。こだわりすぎだろうか。これからも自分だけでこっそりとこだわっている。時には楽しいものです。桃江さんは青い時で話していた。今まで誰にも話さなかったことなんだけど。 山口桃江さんの歌手として世間の皆さんが語るとき、ほとんどの人たちは、その理由を経済的な状況から逃げるためだったと書き立てる。本当は違うんです。本当はね、歌手として幼い頃から憧れていて、歌が好きで、周りの人から歌が上手ね、などと言われれば、性格が単純な私は歌手になるんだと思い込むほど単純な発想だった。幼い小学生の私が、 経済的な手助けなどできるとは思うはずもなかった。中学生になって、スター誕生というスカウト番組が始まり、私はその番組のファンで、毎週の日曜日にチャンネルを合わせた。そんなある日に、13歳の女の子が登場している姿を見て、私も同じ年、そんなことを思った瞬間に、私にもできるかもしれない、そんな気持ちが芽生えた。 早速、友達と番組に応募するために申し込みはがきを出した。別に落ちて、もともとだと、軽い気持ちで申し込んだ。そして、予選会場で101番、回転木馬を歌って、予想より順調に、1時、2時と合格した。これが、山口桃江の芸能界へのスタートとなった。最後まで、お付き合いいただきありがとうございました。また、皆様からの思い出や、ご意見などをお聞かせいただければ、 嬉しいです。本日はありがとうございました。